で、じゃあやつ、いよいよ呼ぶかとって言ったら、まさかのまさかの思いの子手前で出てきて、すげえびっくりして、もっと奥にいると思ってたんで、すげえびっくりして、はい、で、やつが来るとしめしめって感じでこう登るんですよね。やつが異常、思いのほか足速くて、もう来てるみたいな逃げてーっていう得意の逃げてコールよく俺こう逃げてって言うんですけど、いやお前が逃がす操作しとるんやろみたいな全然間に合ってないです、全然間に合ってないです。でこれも割とダッシュ していかなきゃダメだろうって、ちょっと、ね、遠回りします。遠回りして取ってる場合じゃない、遠回りをしてここで一気に、ダッシュ、はい、ここダッシュしてここで距離を離しといて、なまって早くなまってっつってやるんですけど、これでも間に合わないじゃない。ダメなんだな、あれいねえと。これ見失った時が一番怖いですね、これね。どっから来ると、うわーみたいなちょうどはしご登ってたんですね、こいつね、はい、で何度かねこれタイミング分かんなくて何回かやるんですけど、だね、なかなかうまくいかない。ちなみにまだね、俺今この時点でこの人倒してないんですけど今この後入れ音声の時点でねまだこの人勝ててないんですけど、今なんとなくね、なんとなくこうすればいいんじゃないかっていうのはね、今もう分かってはいるんですけど、まあ、それちょっとまだ試してないのでこの時点ではちょっと言いませんけど、で結局追いつかれてやられたんだったかな、この回は。これまあ1戦目はもう勝てません、これは。途中で捕まってやられたと思います。早いんだよな、とにかく全然もう間に合ってない。なあ、このもうまさに鬼ごっこですよ、これあ、これで上にいたーみたいな、はい、これもう一回掴まれたらダメなんですもんね。で1戦目は残念な敗退と。はい、2戦目、でもボス前からスタートですね。で、ちょっとこっち側全く見てねえなっつんで、ちょっと探索というか、はい、何があるかなと、こっちは何なんだろうということで見に行きます。で実はこっちにも、似た焼却炉があるんですけど、こっちは登ってレバーじゃないんですよね。下に同じ、この焼却炉と同じレベルに、このレバーがあると。で、あのはしごをね、あっちの場合は登って落とさなきゃいけないので、登るのがね、これちょっと時間がかかってて、で追いつかれちゃうみたいな、そんな感じだったので、じゃあこっちだったら上からね、こうおびき寄せて、もうはしご降りるんじゃなくて飛び降りたらすぐ降りれるから、それだったら間に合うんじゃねえかという発想に至って、一応ここでね飛び降りれるかどうか実験をまずして、あ、いけるなと、はい、で飛び降りてガチャンすれば間に合うべという作戦に出るんですが、でまあそっからね出ちゃうから先に回収できるものを回収しちゃうよと。でまずこのショットガンの弾を回収して、
で、松明も回収したかな。はい。で、それをそろりそろり。回収の途中ぐらいで出ちゃったのかな。そこの右側のあの血だまりから出てきてたのかなと思ってたら、思いのほかど真ん中でした。で、このね、ドラム缶もこれ使えるんじゃないかということで、それも後で使うんですけど、さあ足音を聞いてもう来たなということで降りて、えいやでやります。やると一応ね、これがね落ちてくれたんだよな。右側で下の方でね暴れてます。もうこれでねやったと、もう勝ったなと思ったんだけど、やつワープできるんだよな。ここでねワープしてあっちから出てきちゃうんだよな。でだ何回かやんなきゃいけないと。で今ねこれ今動画で今見てて分かったんですけど、もうあの時点であれ火花散ってたんだな、レバーがな。あれ1回しか使えないですよね。っていうことはあっちのレバーもやっぱり使わなきゃダメなんだっていうことに一応後で気がつくんですけど、で、まあ、いずれにしろこの火のダメージをもっとこいつに浴びせなきゃいけないからっていうんで、このドラム缶をこれで引火させます。これがうまくいったんで、なるほどと、何か火をつけたところにこいつをおびき寄せればいいのかなと。でもう一回ここで落とそうとするんだけど、これでここで気がつくんです。あ、動かないと、壊れちゃったんで、同じあれ2回ビビらされた、クソ動画でビビらされた。死体も使えるんじゃないかと考えるんですけど、死体はうまくいかなかった。一応まあここでダメ元でドーンやるんですけど、これうまくいかなかったかな。で、ちょっと完全にやつを見失って、どこだどこだと。この辺でね、ああ来た来た来たと早えんだよな足が。でこの死体に火をつけておびき寄せるんだけど、全然死体がね燃えるのが早くてな、全然引火できず。ここにもな、最初死体あったと思うんだけど、あれはもう燃えちゃったの。あ、ガチャンした時落ちたの。これでもう一回なんとか決まってくれってやるんですけど、全く間に合わず、このあとどうしたんだっけな。あ、このあとね、あ、これか、これを使って、はい、これも一応うまくいきます。これで死んでくれって思うんだけど、まだ死なないんで、やっぱり2回は焼却炉に落とさなきゃ。これパンっつったから死んだかなと思ったんだけど、これまだね、ただ単にワープしただけでまだいるんだよな。でね、そう、確か直接これで殴っちゃうんじゃなかったかな。気持ち悪いっすね。手が4本ですね。もう2本あったらこれもう完全に貞子アシュラマン的な感じになってましたけど、いやー、さあここに、いや、もうここしかないんだよな、もう。だけどなかなかこれがうまくいかない、全然間に合うわけがないって感じがあるので、うぎゃーと。でこれで焦って殴るんだよな。でただ僕このあとね、もう、収録
この後してないんですけど、もう、まあ、改めてこれから収録するんですけど、結構ねあれで殴ったら時間足止めにできるってことにこれで気がついて、ここで殴ってギャーって言ってる間にパタンと開ければそのまままた落ちてさらになる追加ダメージがいくのではないかと今思ってます。はい、ってことでここでちょっとトイレ行きたくなって収録止めたらあれと音声取ってないやんっていうことに気がつきましたということでした。はい、じゃあ引き続き見せらないように収録します。はい、ということで、屈辱の屈辱のアフレコから戻ってまいりましたってことでね、松明で直接攻撃するタイミングをだな、一応測りつつやりたいなと思うんですが、これも ここにこれ松明落ちてんのこれもしかして。あ、あるね、この松明を使おう。で、まあ先に回収しとくか。はい、弾、松明だから2本使えるってことだもんな。1回はミスしても許されるってことだ。じゃあ行きますか。ほっ、 OK、 ほいや、あれ、あー、もうざわっとすんな。まずここでちょっと、ほいや、これよっしゃ、あ、これでもなくなっちゃった。一回使っちゃったことなのか。じゃあまずここで試してみましょう、さっきの俺の思惑が。ほっ、ドン、よし、登れ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 、いけ、今どう、あれ燃えてる、見えない見えない、でも悲鳴聞こえるからいけたのかな。あ、怖い、どこにいるどこにいる。あれでも2本使っちまったから、もう あそこのあれは銃でやんなきゃいけないのかな。よし、こっち行くぞ、ほい、うん、どこにいる、あ、いたいた、ちょっと待って待って待って、間に合え間に合って、どう、オッケー、落ちた、これで死んでほしいな。なんか後ろから来てる気がするよ。まだ死なないの？まだ死なないのか？うわ、いる。どうするこれ。これもドラム缶攻撃しかないよな。怖い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 、ダッシュ、暗い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 、うわうわ、ちょっとちょっとちょっと、うー、ちょっと場所悪いな。これで来てください来てください、こちらへどうぞこちらへどうぞどうぞどうぞ、よっしゃ、これで死んでくれなかったらどうしよう。
まだまだな、まだな、嘘、マジか、もういよいよ死体使うしかないよな。はい、どう、あー倒した、あーいけた、ピロン、あーでも結果ノーダメだったね、よかった。あー、うわー、こいつほんと嫌な敵だったな。なんかロード画面でね、こいつ武器でも倒せるけどおすすめはしねえぜみたいなのも割とヒントにはなってたけど、あこれ思ったんだけど、これでも敵起きなければさ、これもう燃やさなくていいんじゃないか、なんか俺全部燃やさなきゃいけないものと思って、燃やさなきゃ絶対起き上がると思ってたんだけど、なんかこのマッチの減りっぷりから考えてたな。ね、それは燃やしたらアイテム出る可能性あるかもしれないけど、うん、無駄に燃やすのやめよう。マッチがもう足りなさすぎるわ。さて、いや、しかしこのチャプター長いな。マッチありがとう、マッチありがとう、怖っ、怖い、ちょっと待って、音声録音できてる、 OK、 できてるできてる。これ倒した時にできてないとかじゃなくてよかったな。まだチェックポイント、暗いっすけどすごく、え、ああ帰りたい、うちに帰りたい、被験者の医療歴には発育遅延、コミュニケーション能力不全、社会的認知障害、反復行動など共感覚の傾向を示す報告、家計的には外部刺激とパターン順応性に対する脆弱性が示されている。俺自分が喋ってんのこれ、何年も探してきたものがお前だったとは、すぐそばにいたとは驚きだ、驚きだ、間違いない、こいつが適合者だ、適合者、これレスリー、うわ何、ああこれは何なんだ、脳みそだ、あー、ビク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 、え、うわわわ、なに、ちょっと待って、そんな急に、そんな急に、あれ装備から外れてる、あ、ま、え、あ、違う違う、なんで装備から外れてた？これ何？丸？あ、弾丸。ちょっと待って、これ出れない。このなんか線で繋がってるけど、この人たちどういうことなの？あ、危ない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 、あ、捕まった、あ、捕まった、あー、ちょっ
違う、そうじゃなくて、え、ドン、あ、バツ、なんだバツって、えい、いや、ちょっ、えい、バツってなんだ、あ、あ、線抜けばいいのか、いや、ちょっ、あー、やばい、いや、こ、ちょっと、ま、近接、あー、リロード、あ、リロードできた、いい、あ、ちょっと、いやー、あ、抜きたい、いや、はい、あ、嘘、なんだよー、あ、でも抜けばいいんだよね、抜けばいいのね、